と依頼の枠いっぱいなんで出かけましょうか。エリザベスと出かける、まあ、今回岩戸台に行くらしいね。心待ちにしておりました。それではお願いいたします。久々のデートだな。あの噴水に金投入して以来か。結構な通れよこれ。どこいんだ。なんでわざわざそっちを。子供かよ楽しいの。それやっちゃダメなんだぞ。子供が真似するからやめなさい。それやっちゃ上まで上がっていくな。ダシ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 。なんでわざわざそっちから来たのよ。まあ、こんだけ人いないからいいけどさ、本当はやっちゃダメですからね、それ。エスカレーター逆走するやつ。シンプルでありながら、見た目以上の消耗を強いられる試練。強いられる試練、やめろって。まあでも、見たことないから、いろんなものに興味示してんだろうな。だから子供と一緒なんだよね、多分ね。ただ表現力はすごいけど。皆さん、エスカレーターの逆乗りは大変危険です。ほら、注意されてるじゃん。無視。そして、これは、うん、足元にお気をつけください。この先に落とし穴がございます。落とし穴？そんなのないよ。え、どこそんなのないだろ。どこどこどこ。早い。ああ、マンホールね。確かにこれは落とし穴かもな。柵で囲まれたこの中心にでございます、うん、めちゃめちゃ柵で囲ってあるから大丈夫だろ。逆に目を引く看板で囲んだ立ち入り禁止の文字、うん、ですが人は往々に禁じられたものほど触れてみた。じゃあ入ってみるよエリザベス。これはちょっと危なすぎるけどな。落とし穴は隠すものという常識を逆手に取った高度なトラップでございますなるほど、そう見えるのか。初めて見ると、まあ、確かにな。普通に穴があると危ねってなるけど、こんだけ逆にね、危険ですよって言われたら逆に何があるんだろうってね。流れる足場に加えて心理トラップを組み合わせた落とし穴、うん、町の治安を守るとは核も大変なことなのでございます。まあ確かにそうなのかもしれないな。日常的に使ってるものもよくよく考えたらね、結構すっとんきょうなものもいっぱいあるね。私胸を打たれたんだ。本当ですか。本当に何も知らないんだな、ザベスな。この街を愛する見知らぬどなたかの思いを噛みしめつつ、うん、それでは参りましょう。いや、いいことなのかもしれない。この日常のね、通り過ぎる人々、普通に乗ってるエスカレーターとかね、エレベーターとかこういう穴とかな。確かに一つ一つなんかな、人間の思いのこもったものではある。確かに。さあ何をするんでしょうか今回は。たこ焼きか。これはこのかぐわしい香りは、まさかエリザベスって普段何食ってんだろうな。あんなね、イゴールしかいないところでダッシュ。はいはいな。たこ焼き知ってる。はあ、驚いたわ。この具の秘密、匂いだけでわかるんか。え、具の秘密当てちゃったの。何が入ってんの。姉ちゃん、伊達におもろい格好しとらんな。確かにおもろい格好ではある。まあ、たこ焼き屋はたこ以外焼いたらあかんなんて法律はあらへん。うん、なんか変なの入ってんのな、やっぱな。どや、チートこうたってや。ほっぺた、落っこちてまうで。ザベスは関西弁通じてんの、そもそも。ほっぺたが落ちる料理。うん、通じてた。現実には非常事態のような気がします。ぜひとも体験してみたく存じます。たとえな、たとえ。エリザベスはパンパンに膨れた財布を取り出した。ああ、4次元ポケット財布だ。そんなに高くない。いや、そんなに買うのか。エリザベスだったらいっぱい買いそうだな。そんなに買うの。私、実際にほっぺたを落としている方をお見かけしたことがございます。え、まさか俺に食わせようとしてる。おそらく市政のものにはやすやすと手出しできないとかそういうことか。めちゃめちゃ高いと思ってたんだ。よく見ましたら1パック400円。うん、まあ、400円がめちゃめちゃ高いってわけじゃないぞ、ザベス。それでは、2パックほどお願いいたします。ああ、よかった。ちゃんと分かってたようだな。400円で続いてた。はい、おおきに。また来てや。何気に俺の分も買ってくれたってこと ?2 パックって。優しい。ああ、買ってくれてる。このプリプリした表皮に覆われた独特の食感は間違いなく生まれ。あれ、タコじゃないの。っていうか、ここで400円おごってくれるんだったらさ、依頼料キャンセルする500円とか1000円とか、あれ負けてくれていいじゃん。よもや、食材として出会う時が来るとは驚きでございます。ねえ、あれって何なんだよ、教えてくれよ。あれって最後まで明かせないつもりだな、こいつら。知った物事を意図して忘れることはできぬさ言わない方がいいって。でもザベスがパクパク食ってるってことは大丈夫なもんなんだろうな。めちゃめちゃ美味しそうに食ってるやん。僭越ながら
この世には知らない方が良いことというのもございます。そうですか、タコと思っときますよ。まあ思わせぶりに言ってるだけだと思うんだけどな、多分。たこ焼き食べよった、ちゃんと食べてるからいいでしょ、食えるもんなんだろう。ダメっす、この近辺にはまだまだ飲食の場がある様子。はしごというのをしてもよろしいでしょうか。全部の店行こう、全部の店。まずは漫画喫茶と呼ばれる場所にあるドリンクバーなる食材から参りましょう。つかドリンクバーって言われてもどんなものか想像つかないか。混合比によって無限の味が生み出せるというドリンク。混合比によって、まあ確かに大体は失敗するけどね。コーラとかウーロン茶を入れると大体コーラになるし、大体ウーロン茶になるやつな。想像しただけで心持ちが高ぶるのを感じます。でも子供だけだよそれが許されるの。ドリンクバーでコーラとかウーロン茶とか混ぜるやつ。楽しそう。エリザベスと食べ歩くことにした。ドリンクバーで遊ぶのは許されるのかな、大人には。え、そんなに食ったの。これでこの辺りの料理は全て食べ尽くしたようで。すげえな、ワイルダックも行ったのかな。あとあれか、ハガクレか、ハガクレにも行ったのかな。あの、どうかなさいましたか。もしかしてあれか、お金も無限だけどお腹も無限なのかな。思えば7食目あたり7食あまりお箸が進んでおられないご様子でした。そりゃ進まないよ。ともあれ、本日は文字通りの美味しい体験をありがとうございました。そんないっぱい食べるんだね、ザベス。よろしければまたいつかご一緒させていただきたく存じます。まあいっぱい食べる子ってなんか可愛いけどな。ベルベットルフに向かった。こんなんでいいんですか。確認させていただきます。確認する必要あるか。岩戸台へのご案内ありがとうございました。興味深い乗り物に危険なトラップ、そして魅力的な料理の数々。先日のポロニアンモールとはまた違った市井の生活が繰り広げられておりましたね。その思い出を忘れないためにもいただいた料理を再現してみたいと存じます。そういや前もきなことが言ってさ、なんか料理してたよな。まずは資料から。楽しいでございます。だ、何なのよたこ焼きの中身、何を資料する必要があんのよ。お、今回の報酬、特別なものを用意いたしました。円風差を合体で作り出すことが可能。おお、美しい獣を思わせる風貌。しかし彼女もまたあなたの心の海より入れし者。あなたの心の海をもっと感じてみたいものでございます。俺の心の海で泳いでみる、ザベス。まだまだまだ作れないだろうな。青く光る鱗、円風差ね、まだだいぶ先な気はしますが。新商品は来たか。お、安くしてやる。新商品ね。武器はなんか、お、雷光、非常に軽く切れ味鋭い。へえ、追加効果不明。まあ、電撃って感じかな。ただまあ順平の武器はもういらないか。お、しげどういう意味じゃん。でまだおもちゃの意味には劣るか。まあ防御優先ですかね。達人の同意、あ、だいぶ上がるね。メタルガード、コンバットブーツ、軍用の頑丈なブーツ、メカニカルゲタ、誰が作ったんだそれ。メカニカルゲタ、最先端技術で作られたゲタ。どんなゲタなんだ、キャタピラついてんのかな、カレカレカレっつって。とりあえず同意買っときますか。まあなんか安くしてくれてるらしいしね。コンバットブーツ買っときます。7575、装備しましょうか。ちょっとどうしようかな、キリジョー先輩のブラウス売っちゃっていいのかな。一応取っとくか、ニーハイブーツをちょっと取っとくか。なんとなく。じゃあ生徒会行きますか。ちょっと久々のあのタバコの件が気になるからね。そろそろね。まあまあまあいいでしょう。私の武器は片手剣だ。知っての通り威力も平均、命中も平均、没個性と言ってしまえばそれまでだが、まあ私の剣もね同じなんですけどね。それにあらゆるシーンでスマートな使い勝手を見せるだろう。それに私自身、ジャジャウマを乗りこなすのは性に合っていないからな。ジャジャウマ、まあ両手剣とかね、そんな手には片手剣がちょうどいい。まあこの細腕には似合いますよね。ん、私のペルソナはルキアと言います。ルキア、索敵や情報処理の能力で前線に出ている皆さんをサポートする役回りです。ルキアか。またルキアは直接戦闘に参加するわけじゃありませんので、力とか体力とかの能力は低くて、弱点や耐性のある属性は特にないです。説明はこのくらいですね。お互いに頑張りましょう。ルキアってなんだろうな。なんか知ってる方は教えてください。まあ多分ギリシャ神話だろうけどね。週間予報を見てる通り晴れマーク。空梅雨の見通しは変わらず、水不足は懸念されるでしょう。それはそれで良くないね。
ニュースザソニック、今日一日音速で振り返ります。なんだこの面白そうなニュースは。音速で振り返ってみろ、本当にできるんだったら。これからのナビはフルカの癒し系ナビかね、可愛くなったよね。キリジョ先輩のも良かったんだけど、戦場にはやっぱ癒し系だよな。キリジョ先輩の声も聞こえるからね、結局前線にいてくれるからな。まあどちらも楽しめるようになったというわけだ。キリジョ先輩が今までのサポート役から前線に転向してきたけど、これってつまりサポートも前線も OK の文武両道だってことだよね。そうだね。なんつうか優秀だな、いかにもキリジョ先輩って感じ。いいじゃないか別に、ゆかりんもらうできそうではあるよ、ナビぐらいだったらね。ちょっと同時踏みそうではあるか、ゆかりんは。まあ今日も どうしようかな、順平。なんかバランスよく育てといた方がいい気がするんだよな。なんかね、誰か一人体調不良になった時に、じゃあ今日は順平連れてっかってなった時にな、クソ弱えじゃねえかみたいな、なりかねないんでね。となるとやっぱ、ハイレグ順平。ハイレグが固定化されちまうな、これな。じゃあこのレアキャラね、まあ、これ先に受けときゃもうとっくに達成できてたんでしょうけど、黒蛇の鱗、これを受けときましょうか。アスカゆかりっちあれか、疲労状態か。あ、じゃあ置いていこうか。まあ、順平様で行きましょう。うん、俺の力が必要だろ。不安になってるやん順平、前回外されたからな。まあまあ必要ですよ。よし、この3人で行きましょうか。また金ピカいるやん、めっちゃ出るなあれや。無の剣、あ、拳来た。拳はいいんじゃない、真田用に作ってやろうか。あ、黒蛇の鱗ね、さらにレベルアップ。ん、プリンプ、おー、いけ、鳴き声を聞いた。あれ、あ、俺いいにしちゃった。あ、これもうデフォルト家なんだよな、連打しちまう。テレッテッテー、テレッテッテー、はレベルアップ。またはぐれたか。よし、なんか拾った、これ拾った、大丈夫か。あ、階段見つけた。まあ登っちまうか、危ねえもんな。順平有能じゃん。じゃあこれディスポイズ有能、連れてきてよかったね順平。お、シャドウダンサー、何それ、なんか良さげな武器きた。お、羽のように軽いレイピア、中確率恐怖付着。あ、命中は高いですけど、どうだろう、ミツル先輩のやつよりいいかな。全然違ったわ。あー、全然そんなことなかった。スマートフルーレ普通に強。あれ、なんかちょっと、おい、仲間はぐれてんな、いつの間にか。敵はそう崩れた。ちょっと壁に引っかかってる2人、男どもが。ほんとすぎんだろう。よかった、ギガスもう強くないわ。余裕の勝利、余裕なのはいいんだけど。あー、金、うそー、これわからん。ラストチャンス、もう一度引き直し、よし。あ、危ない、帰る、もう一回。危ねー、何それラストチャンス、危ないとこやで。今のはラッキーパターンだな。ちょっとこれもな、何をしとるかね、お前らは。はぐれるな。ん、敵の位置確定できました。お、優秀、47。じゃあもうすぐだな、危険と感じたら無理せず引っ返してくださいね。47、まあまあ焦る必要はないんで、ゆっくり行きますか。あ、何気に今、あ、やっぱスマートフルーレ強いんだな。今宝箱から何気に拾ったスマートフルーレ普通に強いやんけ。ちょっともうちょいベースサーベル強化するか。お前純平くんって呼ばれてんの、いいな。なんかあいつも風花って呼んでたしな。じゃあ俺のこと美咲くんって呼んでくれてんの、どうなのよ。いや、でも俺のことリーダーって呼んでたな。いいな、俺も美咲くんがいいわ。さて45回ね、もうすぐ47回です。大丈夫ですか。おお、気使ってくれる、いいじゃん。おっ、レベルアップね、ようやくレベル20ですか。おっ、なんだ、さらなる変化きた。少女枠10、よかったー、それ欲しかったんですよ今。そのさ、膝裏のシワやばくない、膝の裏、こだわりを感じるよね。あ、やっとランタン来た、これは欲しい。あー、しよしよし、簡単でよかった。ジャックブラザーズのさ、あれミックスレイド、これでできますね。とりあえず一回上上がって、
敵はこの上で待ち構えているようです。注意してください。多いね、やる気満々だ。あー、なんか来た。ちょっと待てよ、なんだっけこいつ、何点だっけ。増長点だ、増長点。じゃあ噂の47階ね、フロア中央に反応が3体。気をつけてください。3体か、まあ、久々に複数いるパターンですね。まあまあ一旦帰りましょうか。47階と、いやだいぶ上まで来たもんだな。まあ、まずは依頼達成と。よし、同性の駒5つ。そういえばあのシャドウのアルカナは運命でしたね。あ、そうなんだ。運命のダイスロールってこと？それがあのような姿で現れるなんて皮肉な話でございます。それではこちらが欲しいなりますと。シグマドライブ、これ何なんだろうな。装飾品だったよな。お、ついにカークタンいけるか。レベル20な。ついにっていうかようやくですね。いや魔術師か、ちょっともうちょい魔術仕込み育ってから作りたいな。3はちょっとまだ頼りないね。じゃあいきますか、ボス戦。おー、うわー、虫3体結構きつい。しかもなんかゴリゴリの王冠かぶってるやん。これは強そう。突破します。どうか頑張って。これは強そうやな。ただ今回から風花ちゃんだから弱点がわかんのかな。ここのボスみたいですね。強敵です。どうか気をつけて。うん、これは強敵でしょう。しかも先行取られるんだな。タルカジャ、タルカジャ積んでくんのね。物理系だよね多分ね。じゃあ斬撃見切り持ちのナーガに交代して、あー、猫騙しはちなみに動揺効果、ボスに動揺効かんやろな。冷静落下じゃしとく。地面落下じゃ、冷静落下じゃ。ヘソナガ、いいヘソだ。キルラッシュ、打撃か。うーわ、強いよ。ちょい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 。あー、弱点まで分かんないか、さすがにな。イベントだったからか。これは、あれ一発か。なるほど、ランダム回数ね。ランダム回数か。いや、勝て。カチカチやんけ。せめて弱点ぐらい探りたいけど、弱点あんのか、これ、いつに。まあ、始めよう。ジオ弱点であれ。なんかジオ効きそうだもんな、金ピカでな。あー、弱点かーい。弱点あんのかい。ジャオン、ジオレンダが一番いいわ。あらの通りでな。ちょっともう一回やり直したい、これは。めっちゃ効くやん。あ、弱いわ、弱い。全然、避けるし。避けろ。避け続けろ。あ、まあ、ダメだよな。いや、まあまあ、弱点分かっただけ。いいです。もう一回やらせてくれ。まあまあまあ、ちょっと改めましてね。改めまして。最初、タルタルしかしてこないと。これ、ラッキーだな。まあ、一気にジオで畳みかけたいんですけどね。まずはマジオ。あれ、キリジョー先輩にも、あー、ミスったか。キリジョー先輩にも言っといたらよかったかな。キルラッシュ。当たったら死ぬね。当たったら死ぬ。敵が立ち直りました。ジオ、ナイスナイスナイス。全員な、サナダいるよ。9とかしか効かないんだな。まず全員ダウンさせて殴る。これダメージ取るしかないよね。これで攻めるしかない。ああ、いけるいけるいける、全然いける。マハジオで順平すまねえな。順平すまん。まあ明日は順平お休みだな、こうなったらな。まあボス界の中では割と弱かったね。久々に弱点あるボスだったよな。楽勝でしたね。楽勝でしたね。順平がかわいそう。甲羅の甲虫の角。ほうほうほう。あ、お前踏まれてる踏まれてる。お前仰向けに倒れるタイプか。なるほどな。このまま置いていくのはちょっとかわいそうではあるけど、じゃ違返しの弾買ってないのよ。置いていかざるを得んな。ハンゴンクはちょっとね、もったいなすぎるよね、さすがにね。ちょっと一回帰ります。すまん、順平。眠っててくれ。あ、今なんか、あれだよね。キリジョー先輩がお前の頭の上通ったから、それでチャラな。それでチャラにしてくれ、順平。あ、失礼か。ちょうどいい。君に伝えることがある。何？え？あー、まあそうだよね。キリジョー先輩じゃなくて、風花ちゃんに変わったから、キリジョー先輩不在の時でもタルタロスに出撃できると。うん。
まあ一応理由聞いとく。山岸がバックアップに回ったおかげさ。これからは山岸がいれば出撃可能だ。だがもし私も明彦もいないときは出撃は控えさせるように山岸に言ってある。まあさすがに先輩2人もいないとな。万が一のときは心配だからな。覚えておいてくれ。まあ、責任取るやつがいないとね。まあ、毎回理事長いろよって話なんだけどな。お、越見の間ですか。今日誰だ。ああベベね。ベベか。ここでやったか100年目。どうしようかね。ちょっとまだ決めてない。ごめんね。いや、どうしようかね。ベベだけか。ただ、節制をね、まだ作っていないっていうのと、あと、カハクちゃんを作りたいがために、ちょっと、魔術師をそろそろって感じはしていますね。友近行っとこうか。やっぱ友近に行きますわ。我が校のグルメキングって知ってるか。食い物のことならその辺の誰よりも知ってるって話でさ。へえ。おすすめの店を聞きに行くやつも結構いるらしいぜ。誰だグルメキング。まあ麺専門の俺の前でラーメンは語れないと思うけどな。そいつ葉隠に行ってまで丼物頼むんだって。邪道だよな。別にいいじゃん。ラーメン屋の丼物って別に美味しいところは美味しいしね。葉隠を愛するお前としては丼物も制覇しなきゃいけないんじゃない。最近はどっかの限定パンに夢中で街中で食ってるんだってよ。限定パン、一体何者なんだろうな。グルメキングの情報を得た。また新たなコミか。それたこ焼き屋の近くに関西人いるみたいな話もあったし、そいつかな。待って、限定パンあれじゃない。あの学食のおばちゃん。いや違う、メロンパンじゃない。メロンパンもらったよな、そういえば俺。あの老夫婦から。あれ限定のメロンパンって言ってなかったっけ。お、え、やっぱ文化部あるんだ。今月17日から明日じゃん。文化部の途中入部受付が始まるらしいですね。対象は管弦楽部、写真部、美術部の3つで見学も可能。これはどうなんだろう。まあ運動部も多分どれ選んでも変わんないっぽい気はしたんだが、写真部なんてあるんだ高校で。運動系とは違った趣があって面白いですよ。ぜひ考えてみてくださいね。過労死するって。受付は今月の17日から。明日ね。え、運動部、タルタロス、生徒会、さらに文化部まで掛け持ちしちゃう。やばすぎない。限定パンあるかな。あとブックカバー買っとこうか。これ明らかにね、千尋ちゃん用でしょ。買っといて、高いけどな。買いましょう、5000円。別にこの3色コロネ買ってたのは限定ってわけじゃないよね。じゃあ友近行きますか。またどうせあれか、葉隠れか。っていうかさ、告白はもうやったのかな。じゃあどっか行って帰ろうぜ。あ、ワイルドックだ、珍しい。あ、まだか、そろそろね。まあしゃあない。あ、2人。ゆかりもまだダメか。まあ、順平はしゃあない。あ、風邪ひいてるやん。あ、もうダメだ。じゃあ風邪はあかんよ、すぐ直してくれ。順平は疲労だよね。ゆかりんちゃんと眠ってね、早めに。何してんの。ネイル塗ってんのそれ。ネイル塗ってる暇があったら寝なさい。あんた風邪ひいてんだから早く寝なさい。この新型の車両自動制御システム、もし実用化すれば雨の日のスリップなどに対して大きな効果を上げるでしょう。自動運転ね、最近はちょくちょくそういう話も聞きますけど、早く実用化してほしいよね。ん？ああ、そうだ！危ねえ、忘れてた！ 16 インチだ、そうそうそう。プロじゃないプロテインが欲しいってやつ。どうした？お前も計画的に体作りを始めるのか。嬉しそうにすなよ。まあいい、確か初心者向けのが少し余ってたはずだ。ちょっとそこで待っていろ。いい先輩だなぁ。プロテインくれんの？これだ。その名も、アマプロテイン。アマテインじゃないんだ、そこ。じゃあ、プロの使うプロテインはプロプロテインなのか？駆け出しはこいつで決まりだな。ほら、持っていけ。アマプロテイン、なんか甘そうで良さそうですね。最近のプロテインってね、割と美味しいからね。昔のなんかドロドロした感じじゃなくて普通にうまってなるような感じだから、これは喜ぶんじゃないか。あの2007年だっけこれ、ペルソナ3。2009年、その頃はまだそんな美味しいプロテインってなかったかな。アマプロテイン持ってきたよ。それがアマチュアのアスリートのために開発されたプロテインですか。アマチュアのアスリートのためっていうか、まあ一般的にってことだよな。そうですか、そういったプロテインは実在するんですね。
プロが使用するからプロテインではないのですね。なんか、そうか、プロテインがタンパク質ってこと知らないか。なんか、その辺のなんかね、英語とか知ってそうな気がしたけどな。ありがとうございました。貴重な品でしょうし、お持ち帰りください。あ、使っていいの俺が。え、飲んでいいよ、試しに。おかげさまで私はプロ用プロテイン一気飲みの刑に処せられることになりました。え、誰に誰に格なる上はプロを目指すのも一挙。精進したい所存でございます。え、なんかあれか、イゴールと賭けしてたんかな。アマチュア用のプロテインがあるってイゴールが言って、エリザベスさん、そんなものないですよ。プロテインはプロ用に決まっていますっつって、賭けしたのかな。で、プロ用プロテイン一気飲み、多分ドロッドロのやつなんだろうね。報酬。猛攻の強。これも戦闘中に使うやつだろうな。タルカジャかな。じゃあ忘れないうちに次のメガネ拭き受けとこうか。6月20日に、メガネ。うちのメンツにメガネいないよな。あ、いないよな。千尋ちゃんぐらいかくれそうなの。メガネ拭きもらいましょう。なんか今んとここの依頼でさ、くれるやつって、パーティーメンバーしかいないんだけど、ついにパーティーメンバー以外の人からなんかもらえるのかな、もの。逆にこれ忘れがちだから、忘れないようにしないとな。今日はカラオケですかね。勇気まだ上がんないか。お、なんか電話来そうな気したんだよな、今な。友近か。日曜でしょ、まあ、一応聞くけど。日曜はノーだ。日曜はノー。行かない。ああ、そっか。じゃあまた今度な。寂しそうに電話切った。今日一緒にワイルドクバーガー行ったばっかりでしょ。ガンガン来るね。宮本。宮本、もう今忙しいっつって切っちゃってもいいレベルだけど。日曜日はいいって。土曜の午後とかにできない？なんとかして。日曜ダメだっつんだよ。そろそろね、ワイことも進めておきたいんだよな。今日は勉強しよう。お、また噂かい？まあ、そろそろなんかね、また無気力症出てきそうだよね。ね、知ってた？文化部空きが出たんだって。ああ、それね。いやー、何入ろうかな。え、ほんと？誰か転校でもしたっけ？ちょっと興味あったんだよね。帰宅部も飽きたし。放課後一緒に見学行こうね。この子たちのとこに行くか、俺も一緒に。俺も一緒に連れて行ってくれ。頼む。